はい、始まりました。森哲チャンネルです。さあ、受けてきました第358回トイック公開テストですね。まあ、7月の同様受験午前の方になりますが、はい、どうだったでしょうか、受けた皆様。まあ、前回がね、だいぶ難しくて、今回どうなるのかなって思ったんですが、まあ、前回よりは優しく感じたけど、でも、それでも、わかんない問題あったんで、やっぱ厳しいなというか、なかなかレベルの高いことを聞いてくるなっていう印象でしたね。だから、パート5です。その一文中の空所補充が難しく感じた回でしたね。久しぶりに、こりゃわからんよっていうのが出てきたので、はい、まあ苦戦した回でございました。まあただ、その分ね、後ろの方の読解がいつもより読みやすいかな。まあ量はあったけどね。なんだ、その、いわゆる文章じゃなくて表的なもの、図表、まあ表とは言わないか、こうフォームか。こう記入するやつが多かったので、その分読むのが少なくて済んだっていう印象ですね。まあ、ただ後半にはね、記事とかも出てきて大変だったと思うんですけど、はい、じゃあそれぞれのねパートの感想を言っていきたいと思いますね。はい、まずパート1は、まあこれ普通かな。今回は引っ掛けがまあ明らかに間違ってたから、表現として難しいの出てます。やっぱパート1に出てくるね、厄介な表現、普通だったら知らないよ、聞いたことないよっていうのもいくつか出てたけど、まあ違うよねってわかるので、そんなに難くなかったかなと思いますね。はい、そうそう、今日隣の人がさ、もう答え来たらもう絶対塗る人でさ、その人が塗ってて、まあ音聞いてわかるんで、あ、パート1全部正解してるなと思いました、その人はね。続いてパート2ですね。まあこれも普通かな。ただトイック受け慣れてない人に関してはやや難に感じると思います。やっぱ変化球だよね。変化球問題が厳しいと思いますね。だから自分自身はさ、もう答えが来たらさ塗っちゃうんですけど、隣の人前半部分はね、もうだいぶ合ってたんですけど、後半になってから3つ聞かないと塗らなくなってたんで、あ、てか、まあもう後半でもないな、もう前半の途中からだいぶ変化球難しいの出てきてたんで、うん、そっからもうなんか全部聞かないと塗らなくなってたから、ね、そう、音聞いてるだけでね、あ、この人のレベルとか問題の難易度って大体これぐらいだなっていうのが分かるんですけど、まあ自分は分かんない問題はなかったと思いますね。聞き間違えてない限りはね、大丈夫だったと思います。はい、ちょっと一問あって思ったのはあったけど、まあ多分大丈夫だと思います。まあ変化球相変わらずですね。まあパターンあるんで、やっぱそのパターンをちゃんと知ってから受験に行くことが大事だと思いますね。続いてパート3、4。これが、まあ、3が普通かな。うん、いつもより優しく感じた。そんな難しい場面が出てこなかったし、結構予想通りでしたね。この選択肢見てこれが正解なんじゃないのって思うのがね、まあ、いつもあるんですけど、こういうパターンで来るんじゃないのっていうのが、まあ、大体最近だと、え、そんなの？こんなの予想もしなかったよみたいなのがあるんですけど、今回はまあ予想通り進んだ感じですね。うん。あの、糸問題とかも、あ、やっぱりこれが正解だ。やっぱりこれが正解だっていう感じで進みました。ただやっぱ単語はまあ難しいのも入ってきてるんで、正解に関わるやつとかね、ちょっと厄介だったかなって思いますね。はい、続いてパート4。こっちはややなんかな。場面が分かりづらいのがありましたね。はい、この場面を想像しながらやれるようになるっていうの大事だと思いますね。かなり焦った人もいたんじゃないでしょうかね。はい、まあそんな感じですね。だからリスニングはここ最近の中ではそれでもまあ優しめに入ると思います。比べたらね、結構こうできたと思いますね。なんか間違うとか、あ、難しいなって思った問題が一個もなかったって感じです。はい、続いてパート5ですね。ここですね、パート5がいつもより難しめでした。語形問題も難しかった。品詞語形でもレベルの高いものがあったんで、これが結構厄介だったなと思いますね。語彙問題も久しぶりにこのレベルがガンと上がってるやつ、トイックレベルじゃなくてもう英検1級みたいなのが正解に出てきたんで、あー来たな久しぶりにって思いました。だから語彙もレベルが高いの出たし、語形問題も知らないよどの語形が正しいのかっていうのね。そう、いわゆる品詞が判断できないんですよ。多分これじゃないって思う。そうだ、まあ、名詞が入るとこだったんだけど、どの名詞だよっていう感じ。そう、語形なんだけど、どれが不可算でどれが可算なんだよみたいなね、そういう問題だったんで厄介でしたね。はい、で、続いてパート6。パート6もやっぱややなんかな、いわゆる、まあ、対策しづらくなったっていうのはやっぱありますね。はい、まあ、普通って人もいるかな。うん、だいぶ答えを出しにくくなった。もうこれが回答の根拠だみたいな問題がちょっと減って
ったよね。やっぱもう消去法でやるしかない分挿入の問題とかね。これの中だったらまあこれでしょう、これしかないよねっていうやつだから、話のつながり、まあ、接続副詞とか代名詞とかでバンバンって解けてた時代は終わったって感じですね。そういう問題がもう本当に減ったっていう感じです。で、続いてパース7、まあこれやや難かな、久しぶりに難じゃなくてやや難にしておきますね。引っ掛けは厄介です、かなり厄介だけど、まあ1問ね、えって思ったのが、うわ初っ端ですね、1つ目のパッセージでえって思ったけど、まあそこ以外はそんな引っかかんなかったかな。それをもういきなり引っ掛けてきたよって思ったんだけど、そこ以外は結構分かりやすかった方だと思います。といってもね、見逃してる可能性も全然あるんで、毎回そんな感じなんでね。かな。で、最後のね10問いつも何が多かったですかってよく聞かれるんで言っとくと、 A と C だったね。まあこれは見直してるんで多分大丈夫だとは思いますね。 A と C が3つずつで BD が2個ずつっていう感じでしたね。だからまあ塗り絵した方はぜひご参考にしてください。あ、ただフォームがね複数ある可能性もあるんで、ちょっと土曜は1フォームの可能性もあるんで、まだ何とも言えないですけど。で、あとは、まあ、見直す時間がだいぶあったんで、このマルチプルパッセージも見直したし、パート5も6も全部見直せたんで、だいぶ時間があったなと思いますね。15分以上は多分余ってるんだと思いますね。で、ただね、今回ね、マークミスしたんだよ。もうさ、久しぶりこんなにマークミスしたの。いや、パート5がむずかったからっていうのもあると思うんですよね。一個ずつチェックしていくんじゃなくて、こうバーって塗っちゃったんだよね。いつもは1問ずつこうチェックしながら塗ることが結構多いんだけど、今回ガーッと塗っちゃって、8問ぐらいずれてたんだよね。うわーって思って、それでもう塗り直しです。で、いつも消しゴム持ってかないんで、この鉛筆にくっついてるこれだけなんで、これでまあ一応、筆圧濃いからめっちゃ消すの大変なんですけど、これでやりました。で、今回ので、あれぐらいでも消えてるになるんだっていうのが多分わかると思います。そう、毎回だからどうせ間違ってても1問とかだからさ、その消しがちゃんと足りなくて、2つにマークしてるって判断されてたのか、で、それともどっか間違ってたのかっていうのは判断できなかったんですけど、さすがに今回は7箇所、8問のうち被ってたのが1個あったから、7箇所ずれたんで、7箇所こう塗り直してるんで、さすがにバーンと間違いが出てれば、あ、ちゃんと一生懸命消さなきゃいけないんだっていうのがわかるんですけど、まあ、これぐらい薄く残っててもマークが大丈夫なんだっていうのが今回の受験でわかります。大丈夫なのか、それともちゃんと消さなきゃダメなのかっていうのが、はい、今回わかります。もしね、文法のとことかアビリティーズメジャーでガーンって減ってたら、あ、ちゃんと一生懸命消さなきゃいけないんだっていうのがわかります。そんな感じですかね。はい、どうだったですか？受けた方教えてください。今回の会場、極寒でしたね。めちゃめちゃ寒かった。もうさ、途中さ、足ずっとさすってる人の音がすごいうるさかったりとかさ、したんですけど、まあ私は、ね、服3枚着てましたからね。そう、めちゃくちゃ寒いってわかってたんで、そのエアコンのやつはね、コントロールできないんでって言ってた。マジかよって思って、いやもう大変でした。寒かった。だからトイレに行くとめっちゃ多かったね、うん、普段の会場よりも多かったと思いますね、相当、うん、僕も行きましたも無理だと思って。ということで、どうだったのかぜひお知らせください。まあこの後ね、反省会ライブもありますので、そちらも見ていただければと思いますし、まあ今回はね、まあ、明日が英検の面接だから、きっと英検の動画を見てる人も多いと思うんですけどね、トイック受けてまいりました。夏の極寒そう、矛盾するかもしれないですけど、夏は本当に羽織れるものを持ってった方がいいんですよ、ということでございました。で、メンバーシップレベル2では、はい、トイックの復習とかいろいろな授業も見れますので、まあそちらもぜひ見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには、僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方も、そうでない方も、ふるってメッセージをください。皆さんからの LINE、楽しみにお待ちしておりますよ。